養家宝泉源次郎。記憶にないぐらい物心ついた時からオートバイ大好きでした。16歳で免許取って、今でもオートバイまた上がる瞬間もワクワクしてるし、セルのボタンを押してセルが回る音、シリンダーの中で爆発が起こってエンジンが回り出す瞬間、いまだに16歳の時と変わらないワクワク感とか情熱とか全く冷めてないですね。大きい舞台控えている時は大好きなオートバイも我慢しますね。でも舞台が終わったその晩にはもう絶対バイクにまたがってもう走り出しますね。夜の阪神高速湾岸線、オートバイ乗ってる間ってやっぱり自由やし、自分だけの時間過ごせてるんやなっていう。私の影響かどうかわからないですけど、せがれもオートバイ大好きですね。やっぱり稽古が始まると鬼になるし、まあ、せがれも敬語でしか話してこないし、やっぱりなんか成長なんですよね、感じることって。一緒に走るたびにライディングがスムーズで、ああなんかこう分かってきてるんやなーって。僕がバイクに寄り添っているのか、オートバイが僕に寄り添っているのかわからないですけど、常にやっぱり一緒ですね。 You better run.